温かみを感じるモダンなリビングセットに、シックな雰囲気の大きなソファ。今日から静岡市駿河区のツインメッセで始まったのは、静岡旅メッセ2022開業です。どうぞ。県内を中心に38のメーカーが集まり、新作の家具を展示する全国規模の見本市、静岡家具メッセです。新型コロナの感染拡大の影響で3年ぶりの開催となった家具メッセ。今回のキャッチコピーは、お久しぶりです、家具メッセです。今日からの3日間は業者向けの開催ですが、週末には一般公開されます。今回はコロナ禍の開催ということもあって、リモートワークに適した家具も多く展示されているんですね。例えばこの可愛らしいドレッサーなんですけれども、鏡を取り外すことができて、ここでリモートワークを行うこともできるんです。こちらは高級感のあるヨーロッパ調の家具を生産している県内の家具メーカー。コロナ禍ならではの家具は今業界でも注目されているといいます。外出ができないからホテルに泊まって非日常を味わうって方が増えているんですよね。でそこでホテルライクというワードがインテリア業界でも注目を集めていまして、リモートワークにも使える実用性もありながらも、デザインも可愛らしく、女性が自分磨きもできるような空間にもできるっていうアイテムを作りました。工夫を凝らしたこんなユニークな家具も。こちらは棚ですかね、はい、なんか収納のボックスですか。これは秘密があって、はい、ここにキャスターのついてる台車があり、はい、これを乗せてもらうと箱がこう積み重なってデスクワゴンにもなり、あれ小物入れにもなり、はいはい、乗せてデスクの上で使う家具にもなり、そしてまだあるんですか。こうやって立てていただくと本棚になったり、この大きなところには、まあ、例えば備蓄品などを入れてもらって、ちょっとテーブル代わりに使っていただけたりする、まあ、いろんなことに楽しめる多機能家具になってます。商品名はヒノキの道具箱。県内産のヒノキを使っていて、静岡市と藤枝市のふるさと納税の返礼品としても人気を集めているそうです。会場にはその他にも、木で作られたモダンな作りの仏壇や高級感漂う絨毯などが展示されていました。3年ぶりの開催に主催者は、家具は自家産業ですので、家具に関わる方が、静岡は結構多いんですね。そうして作られたものをやはり日本全国に広げていくということが非常にこのメッセージに与えられた意義だと思うんですね。静岡で作ったものを発信していくっていう機会があまり、このメッセージ以外にはないもんですから、そういう意味ではこの、家具メッセージをこのまま継続して、生きたいと